なんて運転してるんだ？の、君は…これをガロン星まで。1ヶ月前急に軌道を外れ、太陽系の中心を目指して直進しだしたのよ。来ることは連絡しておいたはずだけど。Cobra loves the danger. Fear is nothing he shies from. Action is his answer. He sails through the night, pirates lie from star to star. The girl by his side.His side. Cobra's the best lover, a man forever disguised. Cobra is the hunter, a gunless an arm. There ain't no man he won't take on. A girl by his side lives the guard.待ちなされ。彼らは怪しいものじゃない。わしの遺跡発掘を手伝っている火星の結巨人じゃよ。トポロ教授。メリークリスマス、教授。でも、なんだってオタクたちはそんなヘルメットをかぶってるんだ？彼ら結巨人の目は日の光に弱いのじゃ。もっとも暗闇の中なら普通人並みに見えるがね。なるほど。こういう遺跡発掘には絶好の協力者ってわけか。でも教授。なんじゃ？このガロン星が人工の星だというのは本当ですか？本当じゃとも。この星の古代史を解読したところによると、今でこそ宇宙をさまよう無人の彗星じゃが、以前は古代ガロン人が操る巨大な宇宙船だったらしい。宇宙船？ああ、輝く文明を築き上げた古代ガロン人。その彼らには神がいたんじゃ。永遠の命を持つ不死の女王シバ。彼女はこの星を自由に動かし、何千年もの間宇宙を旅して回ったのじゃ。それは果てしない終わりのない旅じゃった。女王シバは宇宙のどこかに真の黄金鏡があると信じ、それを探し求めたのじゃ。しかし天災か伝染病か、黄金鏡を見つけられぬまま旅の途中で古代ガロン人は滅亡してしまった。そして女王シバの死とともにガロン星もその動きを止め、太陽の周りを楕円軌道を描いて回る一個の彗星と化したのじゃ。それがまた、なんでガロン星は今頃になって急に軌道を変えたんだ？誰かがこのガロン星の内部にある推進器を動かしたのだ。推進器を動かした奴がいる？しかし、この星を動かせるのは女王シバただ一人だったはず。
彼女がいない今、一体誰がこの星を動かしてると言うんだ？ここじゃよ、わしが発掘した遺跡は。ここは古代ガロン人の女王シバの宮殿跡じゃ。中は暗いので気をつけてくだされ。どうだい、ハマケを一本。本物のトルコ巻きだぜ。これはこれは。すまんすまん、もうなかったか。暗いもんでつい。いいえ、はまいませんよ。人面魚ですよ。古代魚の一種です。かつてこの宮殿の住人が愛玩用に飼っていたのでしょう。この宮殿の床下の地下水路には未だに数多く生息しています。獰猛な奴らですから気をつけてください。ペットね、ほんとだ、抱きしめたくなるほど可愛いや。これは黄金の扉じゃよ。扉？この宮殿の主にしてガロン星の女王シバはこの黄金の扉を通って地下にある推進機の動力室へ出入りしてたのじゃ。じゃあ黄金の扉を開けることができれば。そうです、推進機を止めて太陽との衝突を避けられるのです。そしてこの扉を開けることができるのは宇宙でただ一つ、シバの鍵だけなのです。古代史からわしはその鍵が金星にあることも探り当てたのじゃ。さあシークレット、シバの鍵を渡してくれ。ええ、教授。コブラ、シバの鍵を。ああ、ちゃんとポッケにナイナイしてあるぜ。どうぞ。コブラ、何をする。どうした、ここにはもう日の光はないぜ。そのヘルメット取ったらどうだ。コブラ、一体何を言っているの。トンマな奴らさ。嫁の聞く結局人が俺の差し出した空のシガーケースに手を出しやがった。ジミー、奴らは海賊ギルドだ。本物の教授も結局人もその棺桶の中だ。貴様、やつはどこだ。ここだよ。どうやらギルドに先回りされたらしいな。これが本物のトポロ教授ね。ゾロス！
ラックボーン。芝の鍵がこれで黄金の扉は誰にも開けることができなくなった。我々の目的は芝の鍵をこの世から消し去ることだったのさ。え？これでもはや黄金の扉をくぐり、この星の地下にある推進器を止めることは不可能になったのだ。ガロン星はあと1週間で太陽に直撃する。そして太陽系はこの宇宙から消えてなくなるというわけさ。そんな。化け物め、また生きてたか。ねている特殊な包帯があらゆるエネルギーを吸収するのだ。おやま、お話ができるの、羊ちゃん人形。死ね、コブラ。お羊座ってのはせっかちでいけない。目の羊だが口に合うかな。地下水路をかなり流されてきたな。発掘隊の調査基地まで逆戻りしちまったらしい。しかし、こうくらいとどこをどう歩いていいやら。ん？な、何？驚いたな。羊ちゃんまだ生きてるらしいぜ。暗闇の中でなぜ正確に俺を狙えるんだ。やつは俺が見えるらしい。そうか、ヤツの目は赤外線センサーなのか。ヤツは俺の体から発散する熱が見えるんだ。そこへ逃げ込んだか。
シャワー室の中か。そこがお前の棺桶だ。くらえ！ついにやったぞ。ん？奴らいない。俺ならここだよ。包帯を食われちまったのが命取りになったな。なぜだ。なぜお前の姿が見えなかったのだ。何もシャワーはお湯を浴びるだけとは限らないぜ。俺は水を浴びていたんだ。そして体温をこの部屋の室温まで下げたってわけさ。そんなここの空気と温度差がない俺をお前の目は区別できなかったんだよ。おかげでいっしゅ風邪ひいちまったぜ。シークレット、お前はそこでこの星が太陽にぶつかる時をゆっくり待つがいい。もっともその前に池の中で腹を空かせた人面魚たちがお前を掘ってはおかぬだろうがな。さらばだシークレット。あんたは友達じゃ。あなた喋れるのね。ああ、トポロ教授と我々人面魚族は友達なのだ。彼はこの宮殿を発掘し絶滅しかけていた我々を救ってくれた。教授が？しかし海賊ギルドの手にかかって彼は殺されてしまった。残念ながら我々は水の中ではどうすることもできなかったのだ。だが死ぬ前に教授は私に黄金の扉を開ける方法を教えてくれた。そうなの。でももう終わりね。芝の鍵はもう使えなくなったのよ。確かに最悪だな。コブラよ。その鍵は偽物だよ。本物の芝の鍵からギルドの目をそらすおとりなのだ。じゃあ本物の鍵はどこにあるの？本物の鍵は君だ、シークレット。君こそがこの宇宙で黄金の扉を開けることができるただ一人の人間なのだ。女王芝は過去において宇宙の中で最も美しい女性だった。これは彼女はこの扉に自分と同じプロポーションの鍵穴を作ったのだ。この世で神が創造し得た火の打ち所のない最も完璧で最も美しいプロポーション、黄金のプロポーションを持つ女こそ扉を開ける鍵なのだ。そうか。教授は最初から君自身をこの星に呼ぶために
コブラ、やってみるわ。行くわ。暗闇に紛れ込み、一人傷を舐めれば、愛おしい人たちの顔がふとよぎる。黄金の扉が開いたまでは良かったが、俺は落とし穴に落ちてしまい、えらく頭を打ってしまった。どうやら記憶を失ってしまったらしい。そうしたらしつけの悪い坊やに囲まれたり、ストリートファイトに出たりと大忙しだ。俺の記憶はどうやったら戻るのか。次回のコブラ・ザ・アニメーション、星のない街、よろしく。